本日はこちら、福袋開封スーパーハミコン100本セット、違う、10本セット、駿河屋ね、グランドオープン記念ってことで、まあ移転ですけどね、移転だけど経営陣が変わって、実質はグランドオープンみたいな感じになってます。でそこで売ってた980円のね、安い福袋をお見せしたいと思います。相変わらずですね、安いやつには干渉税が入ってます。これおそらくあれっすね、高いやつキワキワにやって中身入れ替えたかなんかで入れ忘れてるんでしょうねっていう予測が立ちました。ってことで見ていきましょう。みんな大好きスーパーハミコン、端からいきましょうか。1本目何かな。はい、これはね、何番ですか。21番ですか。21番、何でしょう。 F0 ですか。そんなええの入ってるかな。さあ見てみましょう。ポン。ああ、パチンコ物語。喋ることあらへんわ。多分持ってんねんこれ。これでもストーリーモードあるやつじゃなかったかな。そうそうそう、パチスロもあるでってことで、やりますか。じゃあこれ、これ楽しみですね。持ってるけどいや、いいんですよこういうのでね。ざっと100円とかちゃうんすかこれは。そう、こういうのでいいんよ。はい、出たパチンコ屋って言いたいですね、ほんまはね。あれ、なんじゃこりゃ。はい、2本目、ほら2本目なんですか。28番、分かる人います。28番。はいはいはい、サッカーね、スーパーフォーメーションサッカー2やね。そう、どうせこれサッカー来ると思ってたわ。980円で、そうか、1本100円ぐらいの感じなんかな、イメージ的に。これ100円、まあこれ好きですよ別にサッカーゲーム。まあ早速行こうかな。あれ、なんじゃこりゃ。はい、3本目は、おっと危ない、ポンとかできそうだった。ポン、きったねえなこれ。おい、どこで何してたお前は。これはもうどう動くかな。ゴミ箱から出てきたか。さあ何でしょう、番号は分からへんな。ちょっといきまーす。ポン、はい、え、超魔界村ボレボレやからってこと。超魔界村めっちゃ知らんけど高いんじゃないの。もう汚いけどまあ、魔界から出てきたのな、これ。魔界から出てきました、超魔界村。すごい動くんかな、これ。清掃は必須やな、これな。はい、じゃあ、次行きます。はい。お次は、手が、なんかね、汚れついてくる。01や。01は多いよ、結構いろいろ。何でしょうか。行きます。アクトリーザー2。え、これ絶対2000円ぐらいするやろ。え、びっくりした、びっくりした。これはほんまにびっくりした時の声のでかさです。これはびっくりした。2、魔界からの魔界ってこと、天界と魔界のってこと。すげえ、スーファミやばいやん。まさかのファミコンがっかりしたけど。いや、もうこれおもろいんやって、めっちゃむずいけど。で、ワンのがね、面白かったね。操作感というか。ツーはね、難易度上げすぎて、ちょっと難しいんですよ。大体、もうほとんどの人、カタツムリ、二面のカタツムリ倒したぐらいでやめてるんちゃうかな。わからんけど。っていうやつです。動きはもう秀逸ですよ。最高です。いやー、これすげえわ。マジかよ。え、もうじゃあもうカスしか出てけへんじゃん、あとカスです、あと多分カス言うな。はい、何これ。え、ドキドキ冒険島の買って安心売って安心、平成7年。何これ、めっちゃ貴重やん。静岡店やって、しかも静岡やねんて。初めて見た、こんなん。何でしょうこれは、全く分からへんな、もうこうなると。おお、エアマネージメントや、いいじゃん。ちょっとでも汚いか。これ1と2が確かあるよね、スーファミは。
これ意外とおもろいですよ。おもろいというか面白そう、ちゃんとやってないからおもろいって言い切れないですけど、意外とねいい感じっすよ。なんというかシミュレーションではあるんですけど、なんかね遊びやすかった感じ、やった感じは UI とかの問題なんかもしれへんけど、それがちょっと分かりやすく感じましたね。このゲームはちょっとシールが気になるけど、まあまあこんなんしゃあないよね、古いゲームが。結構良くない？これはこれどうせ端から行く、逆サイドから、なんでか分からんけど、ほい。なんか橋ってやっぱ下水の入れてそうなイメージがね。下水とか言うなよ。11や11は多分な、要はこれね多分ね星のカービィとかマリオ系とかじゃないと思うよ11って。多分いきます、ほい。いやまあそっち系やったな適当やな、おかしいな、まだまだやな。スーパーダンキーコングですね、 DK です。ドンキーコングですね。山ちゃんがねアニメ版ではこうやってて、これの裏話で言うと、これ日本裏話じゃないな日本でねこれのアニメ CG アニメをやってたんですけど、そのアニメが始まる前に俺はカナダの友達がいたんですよ。そのカナダ人ので、その人とブツブツ交換を昔して、VHS のこいつのアニメを見てました。何言ってるか分からへんけど全部英語やから。はい、次行きますよ。でも今みたいなドンキーレベルのがいっぱい来ると思ってたんやけどな、スーファミは。全然期待しなかったのにびっくりしてる。0505、もう分からへんわ全く。05よいしょ。最近ちょっと高いよこいつも。この間人にあげたばっかりやのに。ファイナルファイト2ですか。まあでもこれもともとというかもう数年前はね全然もう100円レベルの安さやつなんで、それが勝手に値段上がってきたんで、在庫的にはね多分別にこの980円福袋で渡しても全然いいとは思う、いいというかあれやと思うんですけど、こんなすごいね、マキとカルロス宮本とハガーな、ハガー市長の3人でやっていくっていう、まあめちゃめちゃ難易度低いっす、数はな、ぬるいなって感じになると思います。やったらね敵のダメージがあんまり食らわへんのかな、なんかそんな感じやったんですよ。すげえな、綺麗やし、まあまあそのまあ汚ねえと、あの魔界のソフトよりはね綺麗ですね。全然カプコンのこのロゴの位置とかよう見たらなんかちょっと変なとこにあるなって感じがするな。まあまあそうなんですよ。まだ3本もあるけど、あとだからもう麻雀と、これ麻雀やろ。ああこれ何汚っ、これ何だ、車に聞かれたんかタイヤコンみたいな、これ何マジで分からへんけど、これ何、シール剥がそうとしたけどミスったってことかな。20ですね、20いきます。これだから何やろ、マリオカートとか。ちょっと待って、この福袋大丈夫か、バグってない、バグってるで、汚いけど。これ動くんかな、そもそも動かんの入ってんちゃうんか、謎のシール貼ってる。これ動かへんかったよシールちゃうのチェックして、まあ動くと仮定するととんでもない福袋になってるけど、ほんまかいや。これね、これ多分ね、いや持ってはいるんやけど俺やってないかも。スーファミの3って記憶にないもん。これやろうか、ドラクエ3、別に好きやし。すげえ、ありがとう次いきますよ、ほい。なんだ、あ、これは A がついてるね、後期が存在するやつってことで、多分後期とかなんやろな。なんやろ、スポーツゲームかスーファミで後期、なん
何やろ、ロックマン X とかは有名やったし、あ、やっぱスポーツゲームやね、パワープロプロ野球、パワフルプロ野球96開幕版、これも綺麗なやつ持ってんねんな、はい、何も喋ることあれ。まあでもファミコンの時は、ファミスタをよく遊んでたけど、スーファミになったらパワープロをやるようになったよね。まあ他の方はどうかわかんないですけど、これだからやったことない人は結構いいっすよ、面白いっすよ、うん、ね、やっぱりスポーツゲームだったっすね、まあ、こんなんでやっとホッとするけど、福袋なんてさっきまでの何や。はい、次、最後かな、最後の、ちゃんと頼んで最後来い。何ですかこれ、ゼロゼロ、なんか書いてるし、ほんでまさしまさし、まさしは何やろ、まさし何やってそう、まさしが好きなやつは何やろな、まさし、まさし、全く分からん、まさしは何好きやったん、まさし、たかし好きやったん、まさしからのたかし、まさしからのたかしって知ってます皆さん、あの龍のことですよ、龍を漢字で書くとね、たかしって読む字になるんで、ストリートファイター好きな人の中ではたかしって表現したりしますね。なのでまあまさし、まさしからのたかしどんな終わり方、いやでもすごかってんけど、スーファミ福袋マジか、いやすごい、辛さもなくわそら、ありがとう、それがいいんか、すごかったな、マジか、こんなんあんねや、これ当たりと外れ作ってたんかな、びっくり、あとちょっとここでこれを持ってきたんですけど、実はおうちにですね、これちょっと見てもらいたいんですね、まあここまで見ていただけてるかわかんないですけど、これ10本福袋1000円って書いてるじゃないですか、これね、あ、こっち、これまあもうめくれてる、えらいボロボロでしょ、これね、どっかにあれどこやったかな、バーコードがあってんけど、スーファミの方かな、これね、実は多分今から10年前の福袋なんです。で、ほら、ここに貼ってるシール見たら違和感があるのはわかるでしょ、1000円でこんなん貼ってるっていう、これをどっかのタイミングで開けたいなと思ってて、ちょっとタイミングを模索中なので、皆さんよかったらなんか一番見てもらえる時に開けたいなと思って、みんなで見たいじゃないですか、こんな10年前ですよ、開けてないんで完全に、はい、なんかボロボロなのも伝わるかなと思うんですけど、どうだろう、伝わらへんかな、ちょっとボロテープとかもね、これをみんなで開けたいなと思ってて、まだかなと思って、まあよかったらチャンネル登録して待っていてください。ちょっとマジでわかんないっす、いつがいいって言ったらすぐ開けろって言うやろ、みんな怖いわということで今回のクープロ終わります。また近々何かしらあげると思うんで、その